滝上町の林道でヒグマに襲われたとみられる女性の遺体が見つかり警察と漁遊会が現場で警戒を続けています昨日、う滝上町滝上原野の浮島出現に続く林道脇で女性が頭から血を流して死亡しているのが見つかり警察は動物に引っかかれたような傷があることからクマに襲われた可能性があるとみています所持品などから 亡くなったのは道外に住む60代の女性とみられ警察が身元の確認と死因の特定を進めています一夜明け町は地元の猟友会に依頼してハンター2人を現場に派遣し午前10時ごろから付近の林道で警察官と警戒を続けるとともに熊の出没を知らせる看板を設置して注意を呼びかけています地元の猟友会の協力を頂い,いて 今、警戒に当たっておりますので、今後も猟、ね、友会、または警察、庁と連携して進めていきたいと思います。